ソリカムスクは、ロシア連邦ペルミ地方の都市である。同地方において3番目に、大きな都市である。ソリカムスクの地名は、塩を表すと鎌川の、に、地名語尾のがついたもので、ロシアのメーカストロガノフ家はこの町と周辺に、国内最大の岩塩の採掘施設を設けた。ソリカムスクについての最も古い記録には1430年に、として記されているものである。 17世紀以降、ヨーロッパ・ロシアとシベリアをつなぐ、唯一の陸路であった、バビノフ・道の支店となったため急速に成長した。17世紀中盤からは、同意もの町のとしても栄えた。その後、エカテリンブルクやペルミが発展し始め、シベリアへの新たな同シベリアルートができると、ソリカムスクの重要性は下がりいは徐々に衰退した。1783年7月17日に、 ソリカムスクに紋章が付与された。左上にはペルミ県の紋章がある。ソリカムスクは当時ロシアで最大の塩とマグネシウムの生産地であったため、塩の井戸が使用された。97,384人、102,531人、11,98人。肥料として使える塩化カリウムが経済を支えている。その他、塩、マグネシウム、気土類を産する。 ロシアの肥料大手シルビニットが塩化カリウム肥料の生産を行っている。ありがとうございます。